怪我してるのにタバコはいけないと思いますよ。え、そうなのですか？またリニアは騙されてしまいました。はい、タカヒロさんを殺し屋さんが襲ったんです。それをタカヒロさんは一人で倒してしまったんです。けどタカヒロさんも大怪我をなされて大変だったんです。どうしたんですか？傷が痛みますか？大丈夫ですか？起きてましたか？お食事をお持ちしました。では食事がお済みになる頃参りまちゅ。所長、栄養を取らないと治りまちぇんよ。分かっていただいているのであればよろしいのでちゅか。では失礼いたちまちゅ。Thank you.
何かご用ですか？カズサさんってどなたですか？カズサさん、カズサさん、メモリーにありません。どうかちまちたか？どういうことでちゅか？カズサ？誰でちゅか？カズサ？聞き覚えがないでちゅね。名簿を調べてみまちゅ。アリス・イン・チェインズ。ああ、監査メイドと偽って所長を殺そうとしたメイドでちゅね。それは所長が倒したのでは？私には何のことだか分かりかねまちゅが。ああ。お食事はいいんですか？こちらが、この島に来た者も含めた名簿でちゅ。ありましたか？まだ万全ではない体調でちゅから、もう少しお休みになった方が良いでちゅ。おお、高広じゃねえか。今回は大変だったな。しかし包帯ぐるぐる巻きの野郎ってのは情けないな。カズサ？誰だそれは。将棋はいつも一人でやってるぞ。早くお前もルールを覚えやがれ。どうした？ん？
ちらへ行くつもりでちゅか。無断で島を出ることは禁止されてまちゅよ。わかりました。こちらでどうにかしておきまちゅ。いつものことでちゅからね。そんなことはいいから早く行ってくるでちゅ。ただし絶対に帰ってきてくだちゃい。遅いぞ高博、こっちは準備万端だ。お気をつけて。